でしょうか。どうかな、観客あたりに紛れ込んでるのかもしれないし、もうとっくに逃げたのかも。よくわからないけど、あの時聞こえたの銃声みたいでした。銃を持ってる犯人が近くにいるかもと思うとちょっと怖いです。そうだな、この観客に紛れ込んでるとしたら厄介なことになりそうだけど、まあ現場にいつまでもグズグズはしてないと思うよ。そんなに怖がらなくていいさ。そうですね、監督、社殿の煙晴れてきましたよ。どうやら火も消えたみたいだし、本格的な火事にはならなかったみたいですね。よし、中を見てこよう。待ってください、まだ犯人が中にいるかも。さすがにもう逃げ出してるさ。でも念のため、ひとはちゃんとマガリはここで待っててもらおうか。俺と奏で見てくることにする。悪いけど付き合ってくれるな、奏。す。社殿の中は燃えた様子がないな。監督。ん？またお前らかよ。ったくどうなってんだ。あ、そう言われてもこっちもたまたまとしかの。そうっすよ、こっちも品班のたんびにトラブルに巻き込まれて迷惑してんすから。お前らそう言うけどな、こんな短い期間に2件も殺人事件に関わるやつなんているか。こっちからしたらそれだけでもう十分不自然で怪しいんだよ。いや、でもまあいなくはないんじゃないですか。薬でちっちゃくなった高校生とか毎週殺人現場にいるし。有名な探偵さんの孫とかもそうですよね。そりゃ漫画だろうが。まったく。だいたいひとはさん、そもそもあなたのような人がこういう連中と行動を共にしてることがよくないんです。タレントとしての経歴に傷がつく前にこいつらとは距離を置くべきです。はあ、手をにぎにぎするのやめてもらっていいですか。あ、これは失礼、つい。何をする君。お客さん、
うちの大事な主演女優におさわりは厳禁ですよ。何かご不満でも？ああ、もういいもういい。じゃれ合ってないで離れろ、二人とも。とりあえず、お前らは一通り事情聴取も済んだからな。帰っていいぞ。はあ、じゃあ帰りますけど、さっきお願いした件忘れないでくださいよ。ああ、被害者の身元が分かったら教えろってやつか。ねえ、こっちは今回も撮影したデータ提出してるし、前回の事件だって協力したでしょ。それぐらいは教えてくれたっていいと思いますが。はあ、分かった分かった、身元が判明したら教えてやるよ。まだ聴取しなきゃならん連中はいっぱいいるんだ。とっとと帰れ。はい、それじゃどうも。うお、眩しい。結局徹夜になっちゃいましたね。ま、こういう事件は初動が大事だからな。記憶が鮮明なうちに聴取をするのはいいことだよ。前回の時もそうだったけど、その辺三沢刑事たちはしっかりしてるみたいだな。そういや自分、事情聴取の時に変なカードみたいなので体擦られたんすけど、あれ何だったんすかね。あ、私もされて不思議だったんですけど、アイネさんもですか。ひとはちゃんも？んじゃあ何か意味があるってことなんかな。多分硝煙反応を調べたんだろ。俺もやられたし、多分あそこにいた全員にやってるはずだ。今回の被害者は撃たれて死んだ可能性が高いからな。おお、あれそういうことだったんすか。硝煙反応なんて本当にミステリーものの世界みたい。でも凶器が拳銃だったら、社殿の外にいた人でも犯人の可能性あるんじゃないですか。どうかな。彼の前後は観光客で囲まれてたし、それをピンポイントで屋外から狙うなんてそうそうできるもんじゃない。確かに。ということは犯人は彼の近くにいた人物？つうか監督が犯人だったりして。ねえよ、俺が犯人だったらもっとうまいこと。はあ、つか眠いな。とりあえず一旦宿に戻って仮眠取ろう。どうしよ。ほんでその後は？もちろんこの事件を調べるさ。みんなもそのつもりだろ。何か軒先にあるんですか？かわいい。おお、ツバメの巣ですね。この季節に珍しい。ツバメの子育てというのは大抵春頃ですが、2回目の子育てをするツバメもいるそうで、ここにいるのは2回目の映像なんでしょうな。へえ、てっきり年に1回しかしないもんだと思ってました。身近じゃないとなかなかわからないことですからね。と、同じこちらの宿に泊まっている方々ですね。申し遅れました。私は日比谷蓮太郎というものです。定年で時間ができたもので、こうしてあちこち回っておる次第でして。昨夜、夜神楽の舞台にもいらしてましたね。
おかげで大変な目に遭いました。撮影の許可は得ていたので夜神楽を映像に収めようと思っていたんですが、まさかあんなことが起こるとは。俺たちもです。ちょうど俺たちの反対側の位置で三脚を立てていたようですが、そちらのカメラには何か事件の解明につながるようなものを映ってましたか？いや、一応後で見直してみましたが、スモークもすごいし何が起きたのかよくわからなかったですね。ただ銃声のような音がして、あなたの隣の人物が倒れたので、やはり撃たれたのだろうと思ったくらいで。そうですか。まあもし必要であれば私の撮った映像もお見せしますよ。その時は遠慮なく言ってください。ねえ、その時はお願いします。よう、ユーゴ。昨夜は大変だったな。マックスか。まったくひどいことになったよ。せっかくお前に石見神楽を楽しんでもらおうと思ったのに、すまなかったな。ああ、いや、それは気にしなくていい。それより、お前の方が大変だっただろう。顔がやつれてるぞ。まあね。演出担当なもんだから神社関係者からは火の不始末じゃないかと怒られるし、社中メンバーは全員取り調べだし、参ったよ。つか実際火の不始末あったのか？まさか。神社の社殿でやるのに火事になるようなものは許可も出ないし、こっちも使わないよ。ま、だろうな。実際あの後俺も社殿を見てみたが、遺体とその下の畳以外はどこにも燃えた形跡はなかった。そりゃそうだよ。公民館みたいな専用の舞台でだって大抵の場所は消防法絡みで許可が出ないんだから。スモークだって神楽の専用ショップから仕入れた安全なものを使ってるし。それそれだ、気になってたのは。ん？いや、昨日のスモークだけど、普段あんなに激しく焚いてるのか？あれじゃまともに舞台が見えないと思ったんだが。ああ。なんか言いづらそうだな。なんだ？まあ、確かに昨晩のスモークはおかしかったんだ。いつもならあそこまで視界を遮るような量はたかないからな。なら、なぜ昨晩はあんなに。わからない。俺はそんな指示を出してないし、みんなの手順も見ていた限りおかしなところはなかった。それじゃあの大量のスモークも何か事件に関係しているってことか？その可能性があるから言いづらかったんだ。車中のみんなもスモークに異常があったことは気づいてるけど、それを口にすると車中のメンバーに犯人がいるって話になりかねないからな。ああ、まあそれは考えたくないだろうな。気持ちはわかるよ。とりあえず俺たちはしばらくここに滞在するから、困ったことあったら旅館マス屋に訪ねてきてくれ。ああ、そうさせてもらう。ユーゴ、警察と何話してたんだ？なあ、いや、昨晩持ち出せなかった道具類がまだ社殿の中に残ってるからな、傷つけないように注意して扱ってくれって頼んでたんだ。
まあ一応気をつけるけど保証はできないって言われちまったけどね。そっか、捜査だから仕方ないがしんどいな。ああ、高価なものは運び出してあるからまだいいけど、融資で赤字ギリギリでやってる車中だからな。買い直しとかになると厳しいよ。ひとわちゃん、刺激が強い映像だと思うんで、旅館で待っててくれてもいいけど。大丈夫です。モニター越しの映像なら平気です。多分。ならいいけど、気持ち悪くなったらすぐに行ってね。はい。よし。マガリ、事件起こった瞬間の映像をプレビューしてみてくれ。はい。じゃあ行きますよ。ずっと続いてますよ。そりゃいいけど、スモークがすごすぎてちょっとよく見えないかも。確かに。なんだ、血？人が撃たれた。死ね、死んでるぞ。けどやっぱり撃った人物みたいなのはいませんね。左脇腹を押さえて倒れ込んでるから左側から撃たれたみたいですけど。だとすると俺たちの座ってたあたりに犯人がいたってことか。オロチの方に視線が行ってたからあれですけど、近くでそんな感じの人や仕草気づかなかったっすけどね。それじゃあマガリ、今度はあの後俺たちが社殿に入って撮った映像出してくれるか。はい。自分やひとはちゃんは結局まだ見てないんすけど、なんか変な感じだったらしいっすね。ああ、とにかく変な遺体だった。変ってどういう。口じゃ説明しづらいな。とにかく見てみてくれ。準備できたっす。プレビューしますよ。のやってくれ。これ一体どういうことなんですか？左手だけ前残ってるって。俺にもわからん。現場にはヒノキはなかったはずなんだ。なのになぜ遺体が燃えてるのか。そもそも事件が起きてから煙が消えて社殿に戻るまでにせいぜい30分ってとこだ。たったそれだけの時間で人間一人ここまで完全に灰になるもんかな。エビスの時に巻かれたキャンディーですね。なあ、そのまま足元に置いていた人が多かったから、あの騒ぎで置き去りになってるんだろう。遺体があんなに黒焦げなのに畳はそんなに焦げてないっすね。なあ、それもどうにも妙な話だ。まあそのおかげで火災の被害が畳一枚で済んでるのだけは幸いだったけどな。
これだけ出血してると、まあ撃たれた傷どうこう以前に失血死だな。拳銃で撃たれるとこんなに出血するものなんですか？どうだろう、さすがに俺もそういう現場を見たことがないからな。あ、ちょっといいっすか？の、何か気づいたのか？あ、いや、つうかですね、こういうの子供の頃世界のミステリーみたいな本で読んだなと思って。ん？あの、人体発火現象って知ってます？な、あれか。多分検索するとすぐ出てくると思うんすけど。ほら、これっす。なになに？1966年、ペンシルバニア州に住むジョン・アーヴィング・ベントレーが自宅で焼け死んでいた。不思議なことに遺体の周囲はほとんど焦げた様子がなく、さらにはほぼ全身炭化していたにもかかわらず、足首から先だけは残っていた。ほら、こっちに写真が載ってますよ。これは、今回は手首、こちらは足首で、残された部位こそ違いますけど、そっくりですね。結構たくさんのケースがあるんすけど、火の気が全くないとこで起こってるのも多いみたいっす。つまり昨夜の事件はこれだと？まあその前に撃たれてるんでちょっと違いますけどね。ただこの遺体見てるとそっくりだなとは思うっす。こんなことを聞いていいのかわかんないですけど。何？何でも聞いてよ。はい、あの、昨夜あの人が撃たれて倒れた時、監督、あの人に喋ってもらわなきゃならないことがあるって。それに神楽前の長寿屋でも話してましたし、亡くなった人と何かあったのかなって。ああ、それか。あの、嫌だったら全然話してもらわなくていいんですけど。そうだな、ごめん、今はちょっと話せない。ああ、そうですか。嫌とかそういうんじゃないんだ。今ははっきりしないことが多すぎて。だからいろいろ分かったら話すよ。それでいいかな？あ、はい。でも何かお手伝いできるようなことあったら言ってください。私やりますから。ありがとう。その時があればお願いするよ。
ちょうどいいとこに来たな。被害者の身元が分かったとこだ。もう分かったんすか？当たり前だ。警察なめんなよと言いたいとこだが、左手首が残ってたおかげで指紋が取れたのと、被害者に前があったんでな、すぐに紹介されたってわけだ。前？前科があったってことですか？ああ、学生時代に傷害と窃盗、成人してからは特殊詐欺、いわゆる振り込め詐欺だな。それの出し子で捕まってる。ま、要するにチンケな小悪党ってやつよ。あの、そいつ他に霊感商法とかその類の詐欺をしていたとかは？そういうのは資料になかったな。確認できてるのはさっき言った3つの前だけだ。そうですか。ほんで、なんて人だったんすか？本名桜井徹、33歳、住所不定無職。2日前から熊代一郎の偽名で近所の宿に泊まってたそうだ。熊代と名乗ってたんですか？おう、偽名だけどな。それともう一つ聞きたいことがあるんですが。被害者の身元は教えてやっただろう。まだ何かあんのか？いや、現場に残された血液と手首、あれについての鑑定はどうなんです？まあ、それならやってるよ。まだ結果は出てねえが、まあ前科もんだからな。血液型や DNA 鑑定の紹介もそれほど時間はかかんねえだろう。そうですか。ならいいんですが。何か気になる点でもあるのか？なあ、いや、推理物でいわゆる顔のない死体ってあるでしょ。別人の焼死体を使って死んだように犯人が見せかけるとか。つまり今回の件がそれに当たるとでも？いや、ちょっと気になっているだけですけどね。ま、その可能性は低いわな。鑑定技術の低かった昔ならいざ知らず、今なら DNA 鑑定で本人のものかすぐ分かるような血や遺体のパーツを残してる理由がね。現場に残された血の量からしても失血死確実のもんだし、それにそもそもお前さん、頸動脈触ってやつが死んだのを確認したんだろう。そう証言したじゃねえか。まあそうですけど。とにかくだ、被害者はいろいろ後ろ暗いとこのあるやつだって分かったんだ。その線から辿っていけば犯人はすぐに絞り込めるだろう。なんで遺体があんなことになってんのかも、それから犯人に聞きゃ済む話だ。だろう？そうですね。警視の刑事、事情聴取で何か分かったことありました？それなら三沢さんに聞いてくれたまえ。自分から勝手に話すわけにはいかないからな。まあそりゃそうでしょうけど、ちょっとくらい。いつもお前たちの悪質な誘導で口を滑らせては三沢さんに叱られてるからな。もうお前たちの口車には乗らんのだ。自分が勝手にひとはちゃんに鼻の下伸ばして喋ってるくせに。なんか言ったか？あー、いや、なんでもないっす。警視の刑事、
それなら三沢さんに、まあ、いつもお前たちの悪質な、自分が勝手に一波ちゃん、なんか言ったか、あーいや、あの事件が起きた時の映像、もう一回確認させてもらってもいいですか？ん？なんか気になることでもあんの？ええ、さっき聞いた被害者の人の名前、桜井徹さんでしたよね。それがちょっと…ん？よくわからんが、ひとあちゃんがそう言うならもう一回確認してみようか。はい、お願いします。さっきと同じ箇所でいい？ひとはちゃん。はい、それでお願いします。じゃあプレビューするよ。ほいっと。すごい、本当に胴体がずっと続いてますよ。そりゃいいけど、スモークがすごすぎてちょっとよく見えないかも。確かに。なんだ？チッ！人が撃たれた！死ぬ！死んでるぞ！今のは、トールさんって言ってますよね。これ被害者の桜井徹さんのことじゃないでしょうか。お、ということは社殿の中に被害者の知人がいたってこと？それも若い女の声だ。私あの時人の名前を呼んでたんで気になって声の方を見たんです。確かにその声、舞台の方からしてました。ということは車中のメンバーの誰かが。行こう、その人物を見つけて話を聞くんだ。はい、了解っす。峰岸さん、ちょっとこれ見てもらっていいですか？なんですか？どうしたんです？いいからこれを、これ見てください。あ、はあ。どうですか、この声の主わかりますか？これ叫んでるの白石ひな君だと思いますよ。笛担当のお林の。あ、会えますか？その白石、ひな君です。まだいるんで呼んできてもいいですけど、あの、変なことにはならないですよね？いや、ちょっとお話を伺いたいだけなんで。そうっす、そうっす、うちら人畜無害の愉快な仲間たちっすよ。はあ、それじゃあ呼んできますね。あの、白石ですけど、私に聞きたいことって何でしょう？そうですね、実は。昨日亡くなった被害者、桜井徹さんについて聞きたいんですが。あなた、お知り合いなんですよね。昨夜彼が倒れた時、彼の名を呼んでたんですから。その…はい、お付き合いしてました。
ああ、なるほど。彼女さんだったんですか。そのことは警察には。なるほど。まあそれは問題ありません。俺たちは警察の人間じゃないし、特にそのことを警察に言う気もありません。実は俺も彼の知り合いでしてね。なぜ彼があんなことになったのか知りたいんです。あ、トールさんのお知り合い？そうです、そうです。なのに彼があんなことに。なぜです？なぜ彼が犠牲にならなければならなかったのか。何か心当たりはありませんか？それがその私にもよくわからないんですが、少し前から彼は怯えていて。怯えていた？一体何に？地獄の豪華に焼かれるって、そう言われたって。地獄の豪華に焼かれるとは物騒な話だ。一体誰に言われたんでしょう？それがなんか霊能者の人に言われたらしくて。それで。霊能者？霊能者に言われたんですか？はい、確か熊代幽玄斎という霊能者に言われたって言ってました。熊代幽玄斎ってやつに言われたんですか、桜井さんが？ええ。こいつ。